ナルニア国の地図、ナルニア国物語は、イギリスの作家、C.S. ルイスの全七巻からなる子供向け小説シリーズ。1950年から1956年にかけて出版された。英米児童文学第3の黄金期というべき1950年代に、イギリスのジョフリー・ブレス社などからポーリン・ベインズの挿絵をつけて上司された。日本では、 石井桃子、犬糸、美子、鈴木しみち、瀬田定子、松井正史、渡辺茂雄が第二次世界大戦後の児童文学についての研究結果を発表した子供と文学の影響もあり、1966年に岩波書店より瀬田定子のわけで刊行され、現在まで番を重ねている。出版順に次の7作からなる。 ライオンと魔女カスピアに王子の角笛朝開き丸東の海へ銀の椅子場と少年魔術師の追い最後の戦い内容は創造主のライオンアスランにより改白された架空の世界ナルニアを舞台に20世紀のイギリスの少年少女が異世界と往復しながら与えられた使命を果たす冒険を描いている登場人物に関してはナルニア国物語に登場する 人物一覧を参照。ルイスは、アメリカ人の少年から読む順番についての手紙があった際、手紙の送り主が、ナルニアの始まりから終わりまでの出来事を順番にして読むことを提案した際には、良いものだと返事を書いた。すなわち、年代記としては、魔術師のオイライオンと魔女場と、少年カスピアン王子の角ノブエアサビラキマル東の海へ、 銀の椅子最後の戦いの順となる。1948年にライオンと魔女を友人の JRR トールキンの前で読み聞かせたところ告評され、しばらく原稿には手をつけなかったが、別の友人から勧められて再び書き始めた。緻密に構想を練るトールキンは、ルイスが神話や聖書の存在を混在させ、甘つさえ、 サンタクロースを登場させた点に我慢ができなかったとされる。1957年に最後の戦いでカーネギー賞を受賞した。キリスト教弁償家である C.S. ルイスが子供に向けてキリスト教の基礎を専門用語を使わずに書いた最初で最後の小説であり自身の最も有名な仕事となった。アメリカの子供たちからナルニア国物語は アレゴリーかという質問があった際に、例えば、ジョン・バニアンの、天の歴帝は、まさしくアレゴリーだが、ナルニアは違うと手紙で返事をした。また、別世界にてでは、以下の説明をしている。前述の、子供と文学の中で、石井桃子は、ファンタジーの形式が優れた文学者の哲学を表現、するのに適した形式であった点を指摘しているが、 ルイスも、別世界にての中で、フェアリーテールの紅葉に発言している。Some people seem to think that, I began by asking myself how, I could say something, about Christianity to children, then fixed, on the fairy tale as an instrument, then collected information about child, psychology and decided what age. Group I, d l i g h t for t h e n W-Up. A list of basic Christian truths and hammered, out, allegories to embody them, this is all, pure moonshine, I could do, tea light in that way, it all began with images, a found carrying an umbrella, a queen on, a threat, a magnificent lion, 81st there wasn't, t The any thing Christian about them, ザットエレメントプッシュトイットセルフインオブイッツオンアコードウォルデンメディア制作による実写映画化がなされたネットフリックス制作でシリーズが再映画化される予定1988年にイギリス BBC で制作されたネットフリックスによるドラマシリーズ化がなされる予定ナルニア国物語一魔術師のおい一ナルニア国物語一魔術師のおいに ナルニア国物語一魔術師のおいさんナルニア国物語一魔術師のおいご過去には、ナルニア国物語の表記が用いられていたが、現在の版では、ナルニア国物語となっている。子供たちへの手紙、中村太子役、新疆出版社ビーシブリー、ようこそ、ナルニア国へ、中村太子役、岩波書店、ナルニア国物語ネットフリックスが再映像化へ、 シリーズ作品、映画作品の両方を制作予定。ザリバー、ザリバー、2018年10月4日。2018年10月4日閲覧。ウォールデンメディア、2006プレスリリーシズ、ウォルトディズニーピクチャーズ&、ウォールデンメディアビギンプレ、プロダクションオン、フェブラリー6、2006。ウォールデンメディア、2006プレス。リリーシズ、ザファミリービジネス。 エンターテイメントウィークリージェフ・ジェンセンエイプリル28-2006ロイター通信社二0八点一二二四発信ナルニア4ウィルビーマジシャンズ・ネフューモット、シルバーチェアエビー、AB、アターシンジョークロニクルズ・オブ・ナルニアシリーズフィルムズ・イン・ザ・ワークスアトネットフリックスバラエティ https バラエティ・ー .com、ム二〇一八 tb, ニュースクロニクルスオブナルニアシリーズフィルムズネットフリックスマイナス -12 億296万6920、2018年10月4日閲覧。ネットフリックス版、ナルニア国物語は、リメンバーミー脚本家が主導。映画 .com https://ega.com コロンススララッッシシュスラッシュニューススラッシュ20190710スラッシュ19スラッシュ,ュ,ュ2020年10月14日閲覧。ありがとうございます。